湘南鎌倉へは、東京から JR 横須賀線で約1時間。禅寺の集まる北鎌倉、武家の都、八幡宮のある鎌倉駅。そこから人気の江ノ島電鉄に乗って、大仏の果て、サーファーの憧れ、様々な映画の舞台にもなった七里ヶ浜を経て、江ノ島につながります。皆さん、こんにちは。鎌倉に住んでいる招き猫のミケです。今回は鶴岡八幡宮の東側、西帝の散策をしましょう。ここには現在慈宗の来光寺と頼朝を祀った白旗神社があります。また源頼朝など幕府要人の墓地の丘、そして鎌倉幕府の有名御家人の屋敷跡など掘り起こすと盛りだくさんなエリアです。では早速参りましょう。西帝はその名の通り、鎌倉時代源頼朝様が構えた大倉幕府の西の門のことです。この地区は鶴岡八幡宮と大倉幕府に挟まれたエリアです。では西帝の散策を鶴岡八幡宮の東の鳥居からスタートしましょう。鶴岡八幡宮の東の鳥居は流鏑馬番場の東の端です。ではここから散策を始めましょう。東の鳥居からまっすぐ伸びるこの道は細くて普通の道ですが、実はとても贅沢な道です。その一つ目の理由はすぐ右手にある石碑にあります。畠山重忠邸跡の碑です。この小道の右側は畠山重忠邸でした。畠山重忠さんは鎌倉幕府初期の有力御家人です。所領は今の埼玉県深谷の畠山城です。木曽義仲や兵士の追悼、さらに奥州征伐などに先陣を務め、戦功を立て武勇の誉れ高いと称賛された武将です。また鶴岡八幡宮での静か御前の舞に同拍子で伴奏もしており、歌舞音曲にも通じた教養人でもありました。その清廉潔白な人柄で坂東武者の鏡と称され、源頼朝様の信任も厚かったといいます。しかし頼朝の死後、実権を握った北条時政の御妻牧の方の陰謀で謀反人とされ、最後は北条義時に討たれてしまうという悲劇の人です。最後の戦でも幕府の大軍に小規模な戦力で完全と立ち向かった立派な武将で、今でも人気の高い鎌倉武将です。私もファンです。道を挟んで反対側は現在横浜国立大学附属小中学校です。塀に沿って進みます。この小中学校側ももう一人の鎌倉幕府の有力御家人の屋敷でした。さて誰でしょう。突き当たりを左に曲がったらご説明しますね。角を塀に沿って曲がるとすぐに学校の正門があります。ここではたびたび発掘調査が行われています。今までの調査でこの学校の校門から北方向にまっすぐ大倉幕府の西側の側溝跡が見つかりました。つまりこの境界線から東側が源頼朝の大倉幕府の敷地になります。そしてここに碑はありませんが、大倉幕府の西側を守っていたのが北条氏の盟友、御家人最大勢力の一つ三浦氏です。三浦氏といえばドラマでもおなじみ、鎌倉幕府の基礎を作った北条義時の盟友三浦義村さんでしょう。この二人はいとこ同士です。三浦氏の本拠地は鎌倉のお隣三浦半島です。
そもそも三浦氏は坂東八平氏の一つです。坂東八平氏とは桓武天皇の子孫で、平安時代に坂東、つまり今の関東地方に下って土着し、武家となり平氏を名乗った一族です。8つの氏族に分かれ、その土地の名を名乗りました。ちなみにお向かいさんの畠山氏は秩父平氏の流れです。源氏との関係は1031年平忠常の乱から始まります。反乱を起こした平忠常に対し、朝廷から討伐軍の司令官として派遣されたのが源頼義でした。頼朝さんの5代前の先祖です。頼義は坂東武者を束ねて乱を鎮圧。ここで源氏が坂東武者の統領になります。その後も方言の乱などで坂東武者は源氏に従い戦をして活躍します。しかし1159年の平治の乱で源氏が没落。その後平清盛の世の中になります。清盛一族も元は坂東平氏の亜流伊勢平氏と言われていますが、この頃には坂東の武士は京都に支配される側になっていました。東国は平清盛に取り締まりを任された伊豆伊東の伊藤助親が名主となります。坂東武者は伊藤氏と血縁を結ぶことで生き延びます。この頃ようやく北条氏が歴史の舞台に現れます。一説によると、平安中期平将門の乱を鎮圧した平貞盛の末裔ともありますが、実は家系図もはっきりしない一地方豪族でした。同様に伊藤助親から嫁をめとっていました。そんなわけで後の鎌倉幕府2代執権北条義時と三浦氏の嫡男義村は母が助親の娘といういとこ同士でした。しかしどちらかというと三浦氏の方が領土も大きく名家であったのです。鎌倉幕府が成立し、頼朝が亡くなった後、三浦義村は北条氏が比企一族などのライバルを倒すのに武力的な後ろ盾として、また良き相談役として北条氏をバックアップします。しかしその一方で源実朝暗殺など様々な事件の裏で三浦義村が関与したとされる事件は多くあります。隙あらば北条氏の足をすくって幕府を乗っ取ろうという陰謀の影が見え隠れするといいます。義村の次の代の三浦泰村は三代執権北条泰時の娘をめとり、北条ファミリーに入りますます力をつけてゆきます。五代執権北条時頼の代になると、京都から来た傀儡の将軍に近づき、さらに力をつけて、時には北条時頼でも意見が言えない時があるほどになり、徐々に北条氏に危険視されます。一番危機を感じたのは頼朝の伊豆監禁以来の従者だった安達氏の子孫安達景盛です。北条時頼はそれでも血縁のよしみで三浦氏とうまくやっていこうとしましたが、安達氏が武装蜂起。北条氏もこれに呼応して1246年三浦屋敷を襲撃。三浦一族は頼朝様のお墓のある法華堂に逃れますが、そこで自刃して一族は滅ぶのです。この法華堂は今日の散歩の最後に訪れますよ。さてではさらに道なりに進みましょう。大倉幕府の敷地に入ります。ちょっとワクワクしますね。